皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も青鬼オンラインの青野とチャレンジしていきます。さあ今回は14回ですね。来ましたね、残すあとわずかですよ。おーな、かっこいい鬼さん。しかもウイルスいただけるんですか。さあではチャレンジしてみましょう。何鬼さんですかね。パッと見わかんないですけど、なんかマントっぽいですけど。でもドラキュラちゃんはあれです。お、魔王鬼さんなんですね。私が図鑑ゲットしていない手下の青鬼もたくさんいるぞってことで、右か左、どっちから行きますか。左から行きますか。まあどっちから降りてこられるかですけど。うーわ、おっきいおっきいですね。あ、ちょっと苦手。こんなにいろいろあったら。なるほど、こうなってるんですね。普通にやられちゃった。いやーでもこれあれですね、あそこの銅像を塞いだら魔王さん来れないってことですよね。確かラズビーさんもそうおっしゃってたような気がしますけど。うわ、結構降りてくるのが早いですね。ただどうやって塞ぐかですね。まあ頑張れば塞げますか。あー、来てる来てる。どうやって塞ぐかですよね。来ますね。塞ぎ方考えないといけないですね。それか左に来るから右側に行ってみますか。右側を見てみたいですね。右側ない。ちょっと待って、もうそんなんありですか。普通に間に合わないんじゃないですかね。そうですね、魔王さんがどっか行ってくださらない限りは難しいですか。ここを押してみて、でもこれどうやって塞ぐんですかね。あれ、当たっちゃった。さあ行きましょう。上の方を動かしてから塞いでみますか。頑張って、こう行って、こう、こう行って、こう行って、まあでも結構いい感じですね。これ魔王さん来てないんじゃないですかね。気のせいですかね。来てた。あー、間違った。あ、完全に間違えましたね。でも魔王さん向こうから飛んできてませんか。さあ塞ぐことに成功しました。上の3つ目を押して、真ん中を押して、行き過ぎたらまたこう戻せばいいってことですね。これで塞げましたね。いやすごい。じゃあもうあとは普通に青鬼さん避けてランランルーって行けばいいですか。これもちょっと当たりそうですけど怖いですけど、なるべく当たらないようにしたいですね。左から行きますか。あそこにも青鬼さん来てる。ちょっと待ってください。青鬼さん来てますか。おお、防ぎましたよ。あ、待って、そんな。さあ来ました。これでいけるでしょう。いけない。さあ行きましょう。あ、ちょっと待って、タイミングが難しいですけど。ダメですね。いやー、青鬼さんの動きも配置もランダムですから難しいですよね。さあ、こっち行きますか。おお、抜けました。ありがとうございます。魔王さんの動き方もランダムだったりしますからね。あの、上の石、銅像で、石像ですかね。右側の3列の1個ない時ありますから、ないところがあったらそちらの方で左から押して埋めてください。そしたらうまくいきますかね。たまにバグで銅像1個出ますけど、さっきみたいに。さあ、クリアいたしました。ありがとうございます。ではですね、今回の動画以上させていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。まあ、何回かチャレンジすれば結構コツつかめますし、配置運もありますからね。それによってクリアできると思いますので、皆さん頑張ってください。では次15回ですね、頑張ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。